してて、あの熱、おそらく地熱みたいな熱が出てしまいまして、もう本当にすいません、本当にごめんなさい。あの公演も休んでしまい、発売記念の配信もお休みさせていただいたり、そのね、握手、カラコンウィンクの CD ショップの握手会っていうのもお休みさせていただいてしまい、あのご迷惑とご心配をおかけしました。本当にすみませんでした。いやー、本当になんかめっちゃ頑張ったら熱出るんですよ。この何なんですかね。あの、ま、時期も時期っていう時期もあるよね。風強いしっていうので、まあ熱出ちゃったんですけど、まあコンサートね、コンサートは絶対に出なきゃっていうね思いで、あの熱を頑張って下げまして、そうなの、でまあ無事コンサートの前日のリハーサルには元気になって、での昨日2日間元気に、あの皆さんに会うことができてよかったです。コンサートはね、もう本当になんか割と毎回コンサート3公演とか1公演っていうコンサートはなかなか聞いたことがないんですけれども、あのコンサート3公演あって覚えることはね、まあ、いつもたくさんあるんですけど、今回フル尺でゆきりんさんのコンサートはワンハーフ、ほぼワンハーフだったんですけど、昨日の春コンは2回ともフル、全曲フルサイズっていうので、あのほんとね新鮮だったし、なんか割とワンハーフってサビの途中がカットされてたりとかするから、フルになった時にここもサビだったんかいみたいなんで、いつもと違う振りが入ってきたりとかするんですよ。まあ公演ではワンハーフじゃない、フルサイズ毎回やってますけど、公演はもう公演曲として頭に入れてるんですけど、コンサートはもうワンハーフっていうね設定だから、私たちの体には割と2番初めて聞くなみたいな曲もあったり、初めてそう踊るなとか、そうっていうので、1番と2番同じ振り付けな曲もあれば、全く全部違う振り付けもあったりとかで、とっても苦労しました。あとそれと同時にゆいりさんの公演、もう一緒にちょっと被ってたのでレッスンの時期が、より大変でした。すごくで、カラコンウィンクがめっちゃ難しいんですよ。あのまあ、すごいまあ難しそうですけど、見た感じでもでもめちゃくちゃ難しくて、あのしかもフルなんでより難しくて大変だったね。あと1曲目の始まるっていう曲もめっちゃなんかややこしくてそうですね、めちゃくちゃ覚えるのを苦労しました。
あと未来が目に染みるって曲もめっちゃなんか覚えにくくてずーっと毎日なんか呪われてるんじゃないってぐらいも聞き込んで練習してました。移動中もずーっと聞いて、空き時間もずーっとこう動画見てたんで、本当になんかもう達成感がすごいです。今開放感もあるしはい、いや無事に怪我なく終われてよかったです。なんか昨日メールでも書いたんですけど、メール書いたっけ、昨日今日か書いたのかな、メールで書いたんですけど、疲れたっていうよりも清々しい気持ちの方が大きくて、今めっちゃ元気ですね。疲れてないとかコメントよくいただきましたけど、めっちゃ元気だし、むしろ今日、まあ、レッスンはあったんだけど、まあ、レッスンの時にちょっと足痛いなって思ったのはあるんですけど、まあそれはもうほぼ全曲ピンヒールで踊ってたので、それはまあ仕方ない、衣装で踊ってたからそれは仕方ないとして、でもすごくね、明るい気持ちでいます。筋肉痛も大丈夫、昨日足に湿布を6枚貼って寝たのでそうです、足の裏、足の甲、ふくらはぎに2枚ずつ貼って、膝の裏にも貼れました。チョキチョキ切って、ティーチャーティーチャーのヒールすごかった。そうなのよ、始まる、今回新衣装作っていただいたんですけど、その新衣装の靴もピンヒールで、始まるが踊りにくすぎて、本当に始まるっていうか、コンサートの私覚える時コンサートの1曲目から結構覚えるんですけど、始まるから始まるから始まるが全然覚えれなくて、その後の曲が本当に入ってこなかったです、始まるのせいで本当に全然始まらんかった。あ、タワーですね、桜タワー。お、上谷優さん、ありがとうございます。ありがとう。始まるってめっちゃいい曲で、かわいい桜、桜の話でもあるから、ちょっと桜の話はコンサートの感想終わってから話しますね。でコンサートの感想は、そうそうなの、いろいろ発表がありました。新衣装とかはインスタとかに写真載せるので見てほしいです。で何、まず何があったっけ、17期生の昇格おめでとうございます。もう17期生2年加入して2年経つっていうことに私は昨日びっくりしましたね。イヤモニで昇格発表を聞いてたんですけど、加入して2年みたいな言ってて、え、もう2年っていう、それが頭に思いました。はい、早いです。であとはドラマ、ちょっとあれはよくわかんないんですけど、まあ今後情報があるんでしょうけども、ドラマ制作があったり、あとは劇場大工事、
その間に出張公演ができるということで、久しぶりにいろんな劇場を回れるっていうので、楽しみですね。結構先のスケジュールまで抑えられるっていうことなので、びっくりしましたね。結構先までちゃんと決まっててびっくりって、私は昨日発表聞きながら思いました。いつの話してんのっていうまだ3月ですけど、まあいいです、楽しみだから、はい。あ、で、そうで、19周年のタイミングで新公演があるということで楽しみですね。はい、で、あとマレーシア、私本当に知らなくて、ゆりなちゃんが、あとはーちゃんとずんちゃんも本当にチーム性がなくなってからもうめちゃくちゃ仲良く なった2人というか、よりね最近仲良くなってたメンバーだから、もう寂しすぎるし、ゆりなちゃんに関してはもう親友だから、えって思って、もうステージ上で涙が止まらず、もうどうしたらいいのかっていう感じでした。もう今も寂しい。ゆりなちゃんは普通にしてるから、なんかそんな素振りも一切見せてこなかったから、と思ってめっちゃびっくりしました。もうマレーシアに行きます。私は遺跡じゃなくて、そのゆりなちゃんに会いに行きたい。マレーシア7時間ですよね、飛行機で。で、時差が1時間だから、まあ割と行けんことはないよね。パスポートも更新したし行けるよね。まあ、ちょっと遠いんですけど、マレーシアはすごい行ってみたい国でもあるので、ぜひですね。マレーシアゆりなちゃんに案内してもらいたいと思います。寂しすぎる。こんな大きな決断よくできたねって、まず3人に尊敬するし、寂しい。なんか留学とかじゃなくて遺跡っていうのが寂しい。県人とかでもないやん。遺跡えって思ったよね。もうびっくり。もう皆さんと同じ気持ちです。私も行かないでって思ってるんですけど、でもめちゃくちゃ3人は前向きな気持ちだし、海外に行ったその先輩メンバーとかも大スターみたいな感じになってらっしゃるので、3人もマレーシアで大スターになって帰ってくるんだろうなって思うと、なんかめちゃくちゃ応援してるし、私も日本で頑張らないとなって思います。ね、そう、ココアちゃんも STU の行くってニュース見ました。そんな大きなお話がいろんな
グループに渡ってたとは全く知りませんでした。応援してます。KLP ってね、かっこいいよね。で、あとなんかあったっけ？まあ発表系はそういう感じなのかな。そう、19期生のお披露目可愛かった。もうみんな可愛い。私の推しメンは伊藤桃花ちゃんです。一目見た時に一目惚れしました。もうめっちゃ可愛い。あ、可愛すぎる。可愛いしめちゃくちゃ声通るんですよねめちゃくちゃいい返事をする子なんですよ。めっちゃ可愛い。どうしよう、かわいい、かわいいって声かけたけど、かわいすぎてそれ以上の言葉が出てこなかったえいや、いいですよ。19期生みんなかわいかった。5人っていうのがまたいいよね。なんか同期の絆深そう。私の同期47人46人いるんでもちろん絆はすごかったけど、すごい良かったんですけど、5人って一人一人が深くなれそうだからいいよねっていう。いや、浅いわけじゃないんですけど、私たちもめっちゃ深いんですけど、わかる？なんか同期46人ってめっちゃおもろいよね多すぎ。でも今10人だっけ、やったもんね。10人じゃないか、え、10人、少な、8人、あ、レミヒュー合わせて10人なのか今。あ、6月に8人、そうね、おだえりとリンリンとゆりなちゃんマレーシア。なんかレミヒューも8だから同期として思っちゃうんだけど、実は結構後輩っていう、しかもめちゃくちゃ若いっていう、意外だよね。おでせりポーズも見れなくなるのか。だって昨日の夢へのルートでおでせりポーズいっぱいしてましたよ。実は2番こう円をこうみんなでこう作って、そこにメンバーが通っていきますよみたいな、このねあれをやったんですけど、そこの時にこういう風にして繋いでましたフールで見返せたら見てみて。こうやってたから、ポンポン持ってて見にくいと思うけど、映ってた？そうなのやってました。いや、客席こう練り歩きした時に、おだえりのファンの人かわかんないけど、こうやってくれてて嬉しかった。知ってるの？そのポーズと思って嬉しい。あとセレモニーの長い光でも
個やらせていただきました。大きいコンサートで8で、あの夢のルートはもうあのメンバーでやる夢のルートは多分もう最後、大きいコンサートではもう最後なので、噛み締めましたね。4月3日に10周年のね公演やらせていただくんですけど、それも楽しみです。はい、確かに夢のルートフルいいよね。2番ってやっぱいいよね。私フライングゲットのフル結構好きなんですよね。FC イベントの宣伝もしたね。そう、なんか宣伝コーナーみたいになってたからファンクラブの宣伝できました、ピアアリーナで。ファンクラブ入ってくれる人増えたかな。30日にイベントあるので来てください。まだ一般お申し込み受付中ですよね。なんかプレミアム席がすごく人気だったみたいで、プレミアム席は全部完売で、その何て言うの、プレミアム、普通のプレミアムのプレミアム席の方はまだチケットがありますので、そのお申し込み受付中なんですけれども、あのそうですね、待ってます。あのはい、来てください、絶対に。プレミアム席はちょっと席が前なんですよね。でちょっとお土産あるよみたいな感じで、ノープレミアム席はあのまあプレミアムの後ろにあるんですけど、席はでも会場そんな広くないと思うんで近いと思いますよ。結構お見送りもする予定、まだしっかりあのまたちゃんと打ち合わせとかするんですけども、まあするよ、予定したいって感じです。グッズは、まあ、今回は一応記念グッズとして少しだけ発売させていただく感じ、まあ、1回目だから記念グッズみたいな感じにはなるんですけど、まあ、次からもっとグッズ用に撮影したりとかもしていくので、まあ記念にって感じで皆さんゲットしてほしいですね。
ンサートのなんか詳しい感想は FC のブログとプライベートメールに書いて、で写真もたくさん撮ったので、そういうのも分けながら載せていきたいと思います。はい、会場限定、あ、グッズは会場限定のもある、あるあるある、そうです。しばらく写真に困らないね。そうなの、助かる写真がないと本当に困るんですよね。写真いっぱい撮った、よかった。しかも今回衣装、今回も衣装がすごく可愛くて、カラカオウィンクの衣装も新しくみんな用に作っていただいたのと、あの新衣装、コンサート用に新衣装も作っていただいて、もう可愛すぎてどうしたらいいんですかね。色がピンク紫みたいな色だったんですけど、私の色が好き、その色と思って、なんで知ってるのってぐらい好きな形だし、好きな色だし、髪飾りもなんかリボンだし可愛いし、天才すぎてでそう、なんかあのゆきりんさんの卒業コンサートの時にグリーンフラッシュで小島春菜さんがね出てきたんですけど、サプライズでバッて出てきたんですけど、まあ出演されるっていうのはもちろん知ってて、リハーサルも一緒にやらせてもらってたんですけど、衣装何か知らなくって、でこうグリーンフラッシュ始まってこうパッてモニター見たら、お揃いの衣装を着てる小島春菜さんが立ってて、え、同じお揃いと思って、すごい一人でテンション上がりました。かわいい、かわいかった、びっくりして、カラコンウィンクの衣装を小島さんが着てると思って、すごーいってなってた。グリーンフラッシュ中かわいかった、形も似合ってたし可愛かった。あと OG 系で言うと高見菜さんのリバーですよね。なんかゆきりんさんがリバーのメンバーを選んでくれたんですけど、まあ、高見菜さんになんか紹介したいメンバープラス高見菜さんと関わりがあるメンバープラスダンスが上手いメンバーっていうのでこうチョイスしてくれて、で一緒にリバー踊ることができまして、リハーサルからあの AKB って聞いてたんですけど、全部口から音源すぎてすごい、毎回失敗がないっていうか発声の仕方があるんでしょうね。なんかすごくて、リハーサルから本番はそれにプラスしてファンの皆さんの大歓声がブワーってなってたから、曲が聞こえないぐらい歓声がすごかったから、すごいいい機会をいただけてとても嬉しかったです。嬉しい、嬉しいよね。
タン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 、よかった、まあ、ゆっくり感想は書くとして、桜のお話するって言ってたんですけど、今日ですね、桜のチーズケーキと桜のカヌレと桜のラテを飲みにですね、行ってきました。浜さよらちゃんと、はい、コンサートリハ期間中もう忙しくてあんまり連絡も取れてなかったんですけど、コンサート終わった瞬間、まあ、今日レッスンが夕方っていうかお昼過ぎからだったんで、その前に朝30分ぐらい並んで桜のスイーツを食べてきました。実はですね、一回行ったことがあって、その桜のお店で行ったのが3時ぐらいだったのね、その日。そしたら桜のチーズケーキ売り切れましたみたいに言われて、ああじゃあ今度は来ようかってなって今日行ったんですよ、リベンジで。12時から桜のチーズケーキ販売スタートしますってインスタに書いてたから、じゃあ11時半に待ち合わせして行こうってなって30分ぐらい並んで、なんとか食べることができました。2人とも桜好きで、桜に目がない2人なので、本当に今日は幸せな日です。リベンジできた、並んだ甲斐がありました。美味しかったし、また写真載せますね。しかも今日2人ともボーダーの服着てて、たまたまボーダーかぶりしててちょっと恥ずかしかったんですけど、はい、写真撮ったのでストーリーにでも載せようかな。ネイル目立ちすぎじゃーん、可愛くない？フレンチネイル青みピンクバージョンでーす。可愛い、青みピンク今着てるからこちらです。私の中でね着てるんですよ、青みピンク。美味しかった。でね、そう、甘いの食べたからしょっぱいのが食べたくなって、その後一蘭に行きました。でラーメン食べて替え玉もして食べ過ぎなんですけど絶対に。でレッスンでたくさん踊って、でまあ今って感じですね。で帰りにサラダだけ買って帰ってですね、そうなんです、最高の一日です。でこの後もちょっとやることがたくさんあるので、もうそろそろランキングを読もうかなと思っています。一蘭は人生で3回目ぐらいかな、今日で。美味しい、握手会の会場に一蘭さんがね来てくれたことがあって、美味しかったのよそれも。でもお店で食べるのはもっと美味しかった。あ、お寿司のケータリングも良かったね、握手会。いやーラーメンもいいしね、もう選べない、良すぎて。
弁の硬さは固めで、基本にしましたね。はい、ケータリングも硬さ選んだ気がする。固めって言った記憶ある気がする。桜だと思ってたいちごチュロスは、あ、チュロスね、チュロスもうキッチンカーで会場を来てて、あれはファンの皆様のところにねあったんですけど、メンバーがそこで遊びに行ってチュロスを買いに行ったんですけど、買いにっていうか買ってもらいに行ったんですけど、あの桜のチュロスがあってね、それ桜味じゃなくていちごチョコがかかってて、まあ、全然桜味はしなかったんですけど美味しかった。3個食べたね。うん、2日間で3つ食べました。美味しかったです。タン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 、あとなんか言うことあったかな。あ、そうで、3月20日、あさってですね、あさっては大阪で献血の活動をしてきます。去年も出演させていただいたんですけど、ザバンクっていうイベントで、献血バスが来るって感じなんですよね。本来のイベントは献血というか、あのなんていうのかな、骨髄、ちゃんとこういうのはちゃんと言わないといけないからね。あ、骨髄ドナー登録説明、まあ、もちろん献血のお願いもしてるんですけど、骨髄ドナー登録、骨髄バンクっていう、そういうのに協力していただこうみたいな、でそれを音楽で盛り上げようみたいな感じのイベントなんですけれども、こちら、まあ、献血バスの前で献血推進活動をするのと、あとそのステージであの DJ 大の字さんと一緒にまたコラボステージをさせていただくということで、まあ少し歌わせていただきます。すいませんけど歌います。はい、っていうのが3月20日にありますね。チケットまだ売ってるのかな、まあ、平日だからなかなか大阪だし見に行くよっていう方は少ないと思うんですけど、まあ、もしお時間がある方は献血にご協力していただきつつ、ライブも見ていただけたらなって思います。私のステージはですね、もう言っていいよね、別に説明されてる、今んとこお昼ぐらいだっけ、あ、お昼過ぎ、かな？ 20日って祝日なんや。知らんかった。私のカレンダーに祝日っていうそのマークついてなくて。あ、春分の日ね。へえ、そうなんや。そうなのっていうのがあるから、お昼過ぎ14時15時で献血バスの時間がまだ未定って感じかな。
私の中で。はい、はい、そうです。でそんな感じかな。であと22日金曜日は僕隊公演、これあやねちゃんの生誕祭ですね。これ出ます。で23日と24日はオンラインお話し会です。楽しみ。でまあその後はまあちょこちょこ公演があったり FC イベントがあったりなど、あと10周年があったりとかですね。盛りだくさんなので引き続き楽しみ。確かにオンライン話し会でコンサートの感想を話したい。というような感じでですね、ランキング読ませていただきます。であれしますね、アフタートーク。13位タモちゃん TS アットキモいお兄さん一人住まいさん、ありがとうございます。12位タケルアットセリちゃんコンサートお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。11位ヨッシーアット久しぶりのポニーテールありがとうさん、ありがとうございます。どういたしまして。10位中心アットセリちゃん桜のチーズケーキ美味しかった、美味しかったよそうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。9位ゼファーアットセリちゃんの新しい携帯ケースかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位あーはいアットせいちゃんの新衣装可愛かったよさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位中心アット献血推進活動ファイトさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位まさのぶアット今日も髪が綺麗だねさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位トレオヤジアットハルコンお疲れ様でしたさん、ありがとうございます。こちらこそ。4位タクアットコンサート楽しかった練り歩きありがとうさん、ありがとうございます。楽しかった練り歩き。3位ケンケンアットネイルかわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位淡路の黒ひょうアットコンサートでセリちゃんは色白だったからすぐに見つけられたよさん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は上谷優アットセリちゃんの握手会とオンラインお話し会申し込みましたさん、ありがとうございます。書いてないけど。上谷優さんはタワーをくれました、桜タワーありがとうございます。うわなんだこれ、あできた、ありがとうございます。はい、今日はたくさん書いてあったね。そうですね、たくさんっていうかちょこちょこ書いてくださってました、ありがとうございます。そうですね、アフタートークなんか話すことあるかな。あそう見て、ランキング読みでさらって言ったけど可愛くねこのケース。なんかここのメーカーの携帯ケースを前使ってて、でサイト登録インスタかなんかなんか出てくるのよ、よく広告か何かで。それでこれを見つけて
可愛いと思ってたんですけど、まあ、ケース持ってるし買えるかすごい悩んだんですけど、でも前のケースがすごくもう傷だらけですごく気になるということで買えました。こちらに、じゃあ夏っぽくて可愛いですよね。デニム可愛いのよ。お気に入り。いいよね。私なんか最近よく携帯落としちゃうんですけど、もう全然割れる素振りも見せない、このケースつけてたら。まあ携帯ももともと頑丈なんでしょうけど、全然壊れる気配がなくて助かる、ありがたい携帯ケースです。頑丈だよね。ケースに傷はつくけどね、もちろん。あ、なんかドラマを見たのよ、ネットフリックスで。なんかみおんさんにラジオの時に不適切にも程があるっていうドラマをおすすめしてもらって、で私2日間体調崩してる時にもうやることもないし、もう練習したらまた熱出そうやったから全く違うことしようと思って、不適切にも程があるを一気見したのね。まだ最終回まで行ってないドラマなんですけど、めちゃくちゃ面白くて、なんか途中ミュージカルみたいな挟まるんですけど、なんかめちゃくちゃ内容面白くて、早く続きが見たいドラマです。めっちゃ面白い。おすすめしてくれたみおさんありがとうって感じ。あとね、今ビバンをやっとさよなにずっと見た方がいいよ見た方がいいよって言われて、それも3話ぐらいまで見進めた。やっとなんか不適切にも程があるは割と、まあ、真剣には見るけど、違うことしてても全然内容が入ってくるドラマだけど、ビバンは割と真剣に見ないとなんかついていけなくなっちゃいそうなお話だから、すごい真剣に見てる、集中して見てますいつも一周遅い。そうなのよ、流行りに乗るのが下手でそう、よく知ってますね、私が流行りに乗るの遅いの本当にね遅いからね。そうなんですよ。でもすごいリハ期間中の気分転換としてそのドラマ見れてめっちゃ良かった。なんか久しぶりに練り歩きとかしたんですけど、コンサートで久しぶりですよね。そうだから、なんか結構ステージからもう白いペンライト見えたりとか、聖火のうちわってもうコンタクトしてたのでよく見えたんですけど、近くに行くと、あ、こんなところにいたの私のファンの方みたいな思ったりして、結構ねいろんなとこにたくさん座ってくださってて、みんな来てくれて嬉しいって思いました。嬉しかった。大きい会場の時って割と私のこと見つけてもらえてるのかなとか結構不安になるんですけど、
こう来てくれてるって分かると、私のファンの皆さんは絶対に私を見てくれてるっていうのを信じてるので、なんかよりパフォーマンス頑張ろうって思います。いつもありがとうございます。私も逆にファンの皆さんは僕のことを気づいてくれないかな、私のこと見つけてないのかなと思うかもしれないんですけど、私もかあのステージからこう見えてるので、安心して私のことを見てもらえたらなって思いますね。でもめっちゃ振り付け間違えて、私のコンサートで一番の間違いは、昨日のお昼公演の初日ですね。初日のアウトロで真ん中にいる子がこう1回目に手をやるんですけど、でウィングっていう端の方で踊ってたんですけど、そこのメンバーは2回目にこうやるっていうのが決まってたんですよ。でもなんかわかんないけど、それを1回目にやってしまって、え？ってなって、でみんな2回目にやるやん。なんかすごい変な目立ち方を、目立ちはないかもしれないんだけど、変なところで間違えたせいで、すごい気まずくて早く履けたかったね、その瞬間だけは。やばいって思ったんですけど、なんとか曲が終わり履けることができました。なんかリハーサルでは全然いつもできてたところが間違えたりとかしちゃったので、もうちょっと、あと初日って難しいんですよね、振り。フルなんて特になんか体が覚えてくれない、初日ってなんか難しい。だからあやねちゃんとかと、初日ってマジでダンスナンバーだよねっていうお話をしてました、リハ期間中。なんか鏡とか見ながらなら全然踊れるんですけど、一人で踊ってくださいって言われたら踊れなくなる曲そうなの。あとそう、彼女になれますかっていう曲、私人生で初めてパフォーマンスできました。めちゃくちゃコンサートでやってる曲だし、8でもよくやってたと思うんですけど、彼女になれますかのメンバーに入ったことがなくて、初めて踊ったの。レッスンの時に、多分みんな経験者ですごいレッスンの進みが早くて全然できてなかったんですよ。で途中で先生が、え、ちなみにこの曲初めての人いる？みたいな時に、はいって手挙げたら私一人だけだったの、そのレッスンで初めてだった人。いやいや嘘でしょって言われたけど、本当に初めてで、みんなからいやいややったことあるやろって言われたんですけど、私は本当に初めてだったのよ。なんか歌ったことはあるかもしれないんですけど、全部をこう16人の立ち位置に入ってやるみたいなの初めてすぎてパニックでしたね。でめちゃくちゃ嬉しくて、いつかやってなんかやってみたいなと思ってた曲だったから嬉しかった。楽しかったし、可愛いあの曲しかも。
一番初めの方の前日で一部やってる。嘘だ、やってないでしょ。あ、メドレー系でやってたのかな。確かに、なんかバレンタインメドレーとか、メドレーをよくやってた時期もあったような、なかったような。ツアーでチョコの奴隷とかメドレーでやったことある気がする。いや、メドレーはもうこんなんだからね、やってないに等しいって言ってもいいですね。うん、割とサビだけはやったことある曲はたくさんあるんですけど、全部をこう16人でやるみたいなのは初めて、やったことない曲の方が多い気がするね。多分やらないと思うんですけど、一度でも踊った曲ある、踊ったことのある曲を全部なんか表にしてまとめてみたい。それか AKB グループの曲が全部ある表に、やったことある曲を丸していくっていうのをやってみたい。でどれだけやったことあるのかっていうのを知りたいんですけど、まあ多分やんないと思うけど、やってみたいなって思います。結構やってるかな。姉妹グループさんの曲もね、エイトはやらせてもらうことが多かったので、なんか嬉しい、すごい素敵なバーでしたね。でも姉妹グループさんも AKB の曲よくやってるっていうのを聞くので嬉しい。なんか蜂の巣ダンスを NMB さんが踊ってくださったりとかしてたのも嬉しかったしね、嬉しい。自分たちの曲を先輩とかが踊ってるの見るとめちゃくちゃ新鮮で嬉しい気持ちになりますね。それではですね、1時間ぐらい喋りましたので今日は終わりたいと思います。今日は見てくれてありがとうございました。またします。次はお誕生日付近にしようかなと思います。じゃあありがとうございました。バイバーイ。